永遠とは1946年に通過として流通させる目的でアメリカ軍が発行した軍票である。永遠は連合国の共通軍票である AMC 軍票の一種であり他の連合国にも発行権があったが日本円建ての軍票を発行したのはアメリカ軍のみであった。永遠は B 円と同時に発行が計画され、日本の敗北を見越して1945年春には完成しており、沖縄本島を占領したアメリカ軍によって、先に沖縄で B 円が使われ始めた。A 円のデザインは、肖像や風景などの具象的なものではなく、サイモン模様であり、これはアメリカ軍が占領した地域で使用した軍票と共通したものであった。 また B 園と比較して表に印刷された袋文字が A であるか B であるかの違いしかない。なぜ同じ日本園に対し2種類の紙幣を用意したのかについては A 園は日本によって占領されていた地域で用いるのを想定し B 園は日本本土侵攻作戦に用いるのを想定したとされている。実際に A 園は朝鮮半島における 日本円の発券銀行であった朝鮮銀行券の流通地域のうち、アメリカ軍が占領した南朝鮮で法定通貨とされた。しかしながら、永遠は日本国内でも一時的に沖縄の八重山諸島でも使われたほか、アメリカ軍基地間での決済のみで使用されたが、外部への流出は禁止された。B 園が米軍占領下の沖縄県や鹿児島県、 天み軍等において1948年から1958年まで使用されていたのに対し、永遠は1950年に韓国銀行が設立され、ウォン紙幣が発行されたことから数年でその使命を終えた。A 型軍票デザインは人物肖像なしの唐草模様で構成されており、発行者や打艦保証を示す表記は一切ない。ありがとうございます。